はいどうもナビチャンネルタケちゃんです。おはようございます。はい、いよいよね、ゴールデンウィーク、はい、露天出店初日始まりました。はい、おはようございます。いや、今日ちょっとね、今6時くらいなんですけど、お兄ちゃんも来たんで、そう、現場のせじって鹿島さんの方に向かいたいと思います。とりあえずまあ初日なんでね、バタ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 と段取りしちゃって、売り始められるようにやっていきたいと思います。よし、じゃあ行ってまいります。はい、はい、よー、じゃあね、はい、現場のね、南相馬市のせじって鹿島さんの方に到着しましたね。はい、昨日の夜のうちにね、はい、テントとかバッチリ準備してったんで、今日あたりはまだな、まだ金曜日だからトラック関係多いな、お仕事の車が多いと思います。とりあえず頑張って準備したいと思います。はい、じゃあテントの方に到着しました。はい、お兄ちゃん早くなった、初日です。鍵開いてます、荷物下ろすのに。はい、はい、初日はね、準備しながらなんでね、まあ朝早めには来ましたけど、6時からに来たんですけど、焦らずにやりたいです。そんなにね、一般のお客さんってまだ今日あたり来てないんでね、はい、通常のお仕事だからな、準備しながらやりたいので、ちょっと早めに来ただけで。でもちらほら出始まったかな。でもまあ一般の車はほぼいません。多分朝早いんでそんなに売れません。なんで焦らずに準備をします。いや、朝日が眩しいなこれ。まあ、金ちゃんの方は、ね、昨日も遅かったんで、まあ、来れる時間に来てくれてたんで、今日はゆっくり行くと思うんですけど、まあ、とりあえず焦らずゆっくりお兄ちゃんとやってますんで、はい、頑張ります。はい、よー、じゃあね、はい、売り物の方もね、まあ、一通りね、作りましたね。はい、焼きそば焼いて、はい、唐揚げ焼きで、いろいろね、アンパンカレーパン、アメリカンドッグ、あと今、ポテトを揚げております。お客さんもちらほら来たんですけど、まだやっぱり平日ってことで、ね、いくつか売ったんですけど、まだまだだな。まあ、今回の連休はね、3、4、5が多分、まあ、毎回だけどね、5月入ってからがメインでしょうから、焦らずやってます。お兄ちゃんもとりあえず焼きそば1回焼いたんで、はい、一通りやって今、ちょっと休憩します。疲れました。はい。はいよー、じゃあね、うちのね、ママちゃんも出勤してないですか。はい、ママちゃん、おはようございます。はい。荷物いっぱいで店の中狭いけどな、頑張ってやっぺ。はい、え、整理してるのか、整理。とりあえずね、バナナ、はい、何本か作っておきました。はい、あとはね、お客さん来るのを待っていただいてもらってね。はい、風もなく天気もいいんでね、日的には最高の日でございます。あとはね、今度人が出てくればバッチグーでございます。はい、はいよー、じゃあね、はい、出雲の芋屋さんも登場しました。おはようございます。よろしくお願いします。はい、今シーズンもよろしくお願いします。今回も出雲の芋だね、蜂蜜の芋。はい、あとこれ最近人気のワンちゃんのやつまで持ってきてるのね。カラスにも人気です。え、カラスにも、カラスにも、あ、そう。そうなんだよね、ここでカラスに持って帰るんだよね。そうそう、俺も昨日準備したっけ、あの芋屋さんのこれ大人気のジャーキーがカラスに持ってくるんですよね。1回や2回じゃねえよ、かっぱらってんの。2回ぐらいはやべえよね。やれました。目の前に人いてみようかね。ここのカラスやばすぎる。頭良すぎる。まあ俺の次だな。値段的にはどうして、まあ、前のシーズンと一緒ですか。そうですね、これ1000円で2つ買うと1個おまけで。あ、だいぶお得っすよね。3個で2000円なんで。あ、これ何グラム入ってるんだっけ。大体270グラム、まあ、300ないぐらいですか。いや、じゃだいぶお得ですよ。そうですね、だから3個で1キロぐらいにはなるんで。そうだよね、だいたいキロ2000くらいってことだもんね。そうですね、安いね。結構安いところです。これあの大箱で買うとあれなんだけど、小揚げにしてやって、こういう風にしたって、これはちょっとだいぶリーズナブルですよ。そうですね、手間なんねよこれ。ぜひお願いします。はい、芋屋さんもね、頑張って安く売ってるんで、値段もね、ずっと前のシーズンと据え置きでやってるんで、もしあの興味ある方いたらぜひ買いに来てください。お願いします。頑張ろう。
はいよー。じゃあね、はい、今10時過ぎだ頃かな、10時頃はあきみちゃんも来ました。おはようございます。おはようございます。グッモーニング。グッモーニング。いよいよ始まったな。おー、今日はゆっくりできると、明日ちょっと早く出てきてくれ。現場が分かれるんで。了解。な、明日はこっち、セリテカシマはケンちゃんとキミエちゃんとあと何人かでやってもらう。はい。俺のママとは別なとこ行って、うん、お兄ちゃんもはマーちゃん連れて別なとこ行って、はい、みんな分かれるんだな。だとりあえずキミエちゃんも来たんで、みんなで元気にやっていきます。おお。一つ元気ねえだ。よー、じゃあね、お兄ちゃんはね、今度はいなんかポップコーンいつもこっち使ってんだけど、なんか塩ポップコーン作るのにはこっちの方が早いっつって、別の機械も持ってきてみました。はい、発電機を回していきましたね。ストッパーかけてると動くじゃねえ、これ大丈夫か。一生懸命やっております。はい、とりあえず、はい、あとはね、今日ここは俺とお兄ちゃんとママとキミちゃんとあとキンちゃん、キンちゃん来たら本日のセデッテのフルメンバーでございます。あ、ただキンちゃん来るまでにはちょっと時間あると思うんで、何時来るか分かりませんが、待ちたいと思います。今日はじゃあキンちゃんおめでとうです。でもちょっとゆっくり休めた。なんか死に水なめしてたおめえ、うん、目がいっちゃってるなおめえ、はい、いっちゃってる、いっちゃってます。昨日結局だし、こっち持ってからバイト行ったの。来ました。何時までやってたの。夜中まで。夜中って何時。帰っても1時くらい。ああ、で俺とあんま変わんねえな、はい、あんま変わんねえ、はい、俺結局やっぱり2時45分だったんでだの。おめえもこんなもんか。俺2時ぐらい。2時ぐらい。でもいいべ、今日ゆっくり出勤だもん。重役出勤ですから。重役だな、ね、俺朝6時前から動いてたやけど、もうこたこただ、はい、手出せて。はい、バトンタッチ。ダメ、働いてください。ちょっと休憩してからマジで。キンちゃん来たんでね、ちょっとバトンタッチして休憩してきますから。やっとけ。え？やっとけ。じゃあとりあえず休憩してきます。はい。はいよー。じゃあね、せぜってかしまでね、今ちょっと休憩をしてたらね、はい、なんか見覚えのある男をやってきましたね。おお。おいやー、おはようございます。おはようございます。お世話になります。どうしたんですか、社長出勤じゃないですか。社長だからな。社長だからな。はい、印刷の社長です。印刷です。はい、印刷の社長、よろしくお願いします、ね、高速でたこ焼き売ってます。はい、ね、今日も毎日、ね、今日も朝から静かでした。そうだよね、俺朝6時前に言いましたけど静かでした。なんで準備するのに。準備しちゃうの。そうそっか。初日なんで、やっぱ準備時間かかるんで、下準備なんだかんだで。頑張ってください。はい、頑張ります。はい、なんとなく頑張ります、うん、はい、じゃあ仲良く喧嘩しないでやります。はい、ボコボコでしたな。相手医者行かねえと。はい、はい、今ねちょっとお昼ちょっと過ぎたとこなんですけど、のどかな一日でございますね。天気も良くてね、とってもいい日なんですが、のどかな一日でございます。芋屋さん構っていくか。あ、どうも。のどかな一日ですね。天気はいいんですけどね。天気はいいね。昨日あたりはね、風強かったけどね。そうですね。今日風ないだけ全然いいね。風ないからもうそれだけでも。ただポカポカ陽気で眠くなっちゃうなこれ。ね、眠いよもう。ね、お昼後だし。え、お昼、そうだよ本当に。お昼過ぎだろうね。どう、俺の膝枕で寝る？2時間ぐらい。それあの最寄りのどっかの休憩時間だな。やめてください。はい、イブヤさんもね頑張ってやっております。本当に眠くなるね。ま、頑張ろう。よー、はい、早く行けな。急いでんだべ、帰れ。足入ってない。帰れ。はい、ケンちゃんの仲間そうたっくんが来て弁当置いてきます。あ、俺炊くと。炊け。どうする。いや、もう二時間。悪いな。じゃあまた。あ、忙しいんだから帰れ。おお、ケンちゃんは寂しくてアドイしちゃったよ。悪いな。あっち行けってやらせと。いつまで手振ってんだおめえ。名残惜しいかわよ。おらおめえ、
さっき多分忙しいから走ってっちゃったぞあれ。おめえ走ったこと言うたことあいつ今から仕事だべ。俺も仕事だべ。やってっぴよ仕事。やってんのかやってんのかよ。何何言ったの。弁当頼んだの。違う昨日、うん、椎茸食う。椎茸違う、うん、ま、なんだっけ。タケノコ。まちゃん、ま、タケノコ食うって。ほんでこれもらったの。もらったんです。あほんで宅配立てしてきたの。タケノコ。ここはえタケノコ。これ無料が有料が。いや有料でも。有料でも美味しそうだったんだよな。あほかインスタン見てたら。あ食べたいんですったら持ってきてくったの。タクトが、はい、タケノコ食うってライン来て、ああ食うって。ああで舞茸おこわが食いたいって言ったら、うん、持ってきて。優しいな、優しい子だな。あいついいやつなんだけどな。俺の扱い雑なんだよな、ね、でも俺忙しいから帰っからってじゃあってこう剣のことシッシッってやってたの、はい、まあいいこれで元気出たから頑張ってやれた。いやなんだ一服か一服。一回休憩しないと。あ、分かった。はい、じゃあ金ちゃんも休憩してからやるみたいです。やったな、たくさんの顔見れてな。良かったっすね。大すぎだからダメだ、はあ、はい、じゃあ金ちゃんあのパワーチャージしたみたいです。はいよー、じゃあね、はい、今度は金ちゃんの昼食ということです。金ちゃん、はい、おめんの弁当見せろ。おい、ヘルシーだなおめん、はい、はい、なんだこれ。トマト半粒にキャベツに卵、はい、だけ、はい、これ昼飯が、うん、ええー、な。 あとタクトにでもおこわもらったか。はい、え、うん、まあ、おこわとこれで終わりが、まあ本気食えば十分だな。はい、ああ頑張ってんだな。野菜スープ。いや野菜スープいつものな、うん、じゃあ俺ケンちゃんの代わりにポップコーン作ってくれよ。ゆっくり休んでください。入っていいですか。ええ何それ。うん、ああそうそうそう、ヒゲ抜いてる。おめえ見ろおめえ隣でおめえ狙ってたなんか県のご飯を。キミちゃんが食いたいものないっすよ。ちょっと距離取った方がいいぞ、怖いから。え、気がついたら隣に座ってかもしれない。ちょっとずつずれちゃう。まあゆっくり食べて。はい、金ちゃんの就職でございました。あ、取って食うなよ。はいよー、んじゃねー、はい、今度金ちゃん、金ちゃん、はい、焼きそば屋じゃなくてポップコーン屋だよ。バナナ屋だなおめ、はい、明日な、俺とうちのママとお兄ちゃんいねえからな、はい、あの人マジか。現場監督金ちゃん。だダメ。え、はい、指導員から指導受けてチョコバナナの講習会開いてます。はい、失敗しちゃった。え、ほら見ろ、大刺すんだキャッと。あ、ほら簡単だべ。簡単じゃないっすよ。簡単だ簡単。はい、キャッキャッと。どうだ、上すぎんな、うん、あ、じゃあもうとこう入ればいいんだ。こうなんだなんだ、分かってんじゃねえか。うん、いい感じ。あ、いいな、いや、うまいな。あ、刺しすぎんなよ。突き抜けねえようにだけですよ。なんだ突き抜けねえ。はい、刺した時にここら辺ってなんかフォームあるから。あ、刺しすぎなきゃ大丈夫だ。はい、もう一回やってみてください。はい、どうも。はい、あ、いいね。大丈夫かな。大丈夫だ。あんま何回もいじくと中でグニグニ動いて回っちゃうから。何回もいじくとちゃんと起こらないと。え、一本目ちゃんと並べてるとその方が刺しやすいと。はい、先生お前ちゃんと指導受けてんな。え、はい、いいな。俺教えた時よりも素直に聞いてんじゃねえかお前。はい、なんでだ俺ときゃお前素直に聞かねえんだ。え、こっちからの方がいいの。タケちゃん、なに、おい、舐めるっぴょ、おめえ、はい、じゃねえこと。こっそり大丈夫だ、おめえ。とりあえず、ケンちゃん、頑張ったい。バナナの割り箸差し頑張ってるやつ。俺はリンゴギャグだ。あ、これはむずいな。もう覚えとめよ。突き抜けそうな気するんだ、これちょっと細いっす。ほのくれ太さだったら大丈夫だわね。はい、じゃあとりあえず頑張ってやってますんで、指導したいと思います。あよー、はい、じゃねえ、はい、とりあえずバナナ刺しじゃねえ、割り箸刺し終わったんで、今度はチョコレート口でチョコスプレーなんか講習受けてますから、チョコスプレーが、だからこのぐらいでつけ、あのチョコスプレーつけないと、コロコロ落ちるから、落ちちゃう、そう、ウェッティナーぐらいでやんねえと、チョコスプレーがくっつかねえべ、あんまりトロトロでもうまくないけどな、なんとなくで、感覚で覚えてください、大体2本ずつやってみろ、はい、キンちゃんスタート、ででん。いや、ドブメッキみたいだな。おお、すげえ。
はい、慣れねえじゃん、日本クルーズでいいけん。で、このまま、うん、こう、あ、持ってな。あ、持って。あ、持って。でさ、チャラチャラ。こう。そうそうそう。ここ。はい、次。次のやつ。もうちょっとチョコスプリック次やってもいい？こう。あ、いいね。どれ、金ちゃんの作品見してみろ。作ろうか。はい、金ちゃんやったチョコスプリーでございます。まあ、ちょっと少ないけどいいべ。目が本気だな、ね、え、覚えたべな。はい。あ、できんな。はい。はい、じゃあ、金ちゃん思い立つんで、明日はね、安心して任せたいと思います。はい。はい、またずっと継続でやってください。はい。じゃあ、ぎこちねえか。頑張れよ。どうじゃねえ、はい、今度はゆうたくんだね。はい、ゆうたくん、おかえりなさい。ただいま。ね、今日の夜ね、ドッジボールの練習行ったんだよね。うん、は、今日どうだった、ドッジボール。楽しかった。楽しかった。うん、でね、うん、ボール2回取った。ボール2回取ったの、うん、ドッジボールで、うん、え、今日何、試合形式の練習みたいなしたの、キャッチ練習。うん、よかったじゃん。初めて取った。初めて取ったの。突き指しなかった。うん、ね、前ディキシ、前ディキシって指突き指したのね。この人差し指をね、ボキッてたのね。今日はじゃあ上手に取れたんだ。うん、あ、楽しんできたんだ。いや、いいことだ。ケンちゃん先帰っちゃったから。うん、あ、まあとりあえずもうちょっとパパやってっからさ。うん、あ、もうちょっと待って。こんな寒いのにアイス食ってんの？うん、美味しいの？オッケーオッケー。寒いけど美味しいよね。オッケー、わかりました。じゃあもう少々待っててください。はい。はいよー、じゃあね、ゆうたくんドッジボール終わって帰ってきてね、お店にいたらね、はい、まーちゃんがやってきました。どうも。どうも。こんな遅い時間までブラブラしてんなよ、ね、明日大変だぞ、まーちゃん。大丈夫なのか？ヤンキーなんで。何？ヤンキーなんで。ヤンキーだろ。今時流行んねえぞ、ヤンキーはめ。とりあえずな、腹文字から帰り足に寄ってくちゃうんだ。明日早いんで、明日お兄ちゃんとチームだからな。あ、頑張ってやってきて、はい、俺は別なとこだからよ、はい、あ、大変だな。え、あ、今日金ちゃんはちょっと早めに帰っちゃったからよ。夜のバイト忙しくて、あ、あったの街だから、あ、じゃあしょうがねえな、明日の朝遅れねえよって言ったの。とりあえず、はい、抹茶も来たしな。私たちもね、そろそろお店もうちょっとで閉めた。鈴木高島さんのね、本体の方もね、お店自体は閉まって、あとはね、お店の本部の方でな、事務処理とかいろいろやってるのかな、今日も、ね、まあ、あっちももう電気消えちゃいそうなんで、そろそろうちらも店閉めますね。マーちゃん来たんで、はい、動画ここで閉めたいと思います。じゃあそういうことで、明日もまたね、いろいろやるんで、動画見てください。明日マーちゃんいねえけどな、俺の動画には。別現場なんで。じゃあそういうことで、また皆様いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。あ、だいたな、連休中暇な時まだ遊びして。わかりました。はい、じゃあね。